to my channel, it's Yoshi. Like today, I am going to taking you guys a campus tour and I'm going to show you my favorite place. So if you come here, maybe you could see me. Anyway, I hope you enjoy this video. So let's get started. はい、皆さんこんにちは。今日はナレーション方式でいきます。はい、これね、山陰から出て、まあ、10分ぐらい歩いてやっと学校が見えてくるかなって感じです。結構遠いですね。はい、はい、学校の横にメルセデスベンツが出ます。かっこいいっすよねこれ。はい、学校に着いたので、じゃあ、まあ、中入っていこうと思います。はい、パークスムンディペルリングですか、まあ、見えますね。学校入ってすぐやることはチェックです。体温チェックです。まずはね、入り口からやってきてすぐ右にあるんですが、ここが図書館になります。今からちょっと中もチェックしていこうと思うんで思います。はい、中に入るには学生証が必須なんで Don't forget your student card です。図書館の中はこんな感じになってます。私も結構行きますね。ここでは、学校でパソコンを借りることができます。じゃあ今から借りますね。ちょっとお見せします。これ学生証なんですけど、あんまり買うってくださないんで間違えました。で、こんな感じで学校にあるパソコンを借りることができます。ここは忍者っていうスペースで、アドバイザーの人に勉強の相談とかをすることができます。こちらが書籍部になります。こちらで教科書だったり、まあ、本とかだったり購入可能です。ここが食堂になりますね。まあ、みんなお盆取ってなんか好きなもん頼むって感じです。で、カツ丼が私は一番好きです。はい、ソースカツ丼です。うまいっす。で、まあ、こんな感じ、割と広いかな、まあこんな感じです。This is my favorite place. I study here sometimes, except winter season because it's cold. Yeah. You should come here. Maybe you can see me.本日最後に紹介したところは、まあ学内にあるファミリーマートです。階段を降りて、このカフェラウンジって書いてるところに通って、はい、ファミマあります。で、お昼とかになるともう超並ぶから早めに行っとく方がいいと思いますね。まあ私はよくここでコーヒー買います。はい、こんな感じです。で、ここが、1号館からの、まあ、景色ですね。はい、最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。どうだったでしょうか。リクエストくれた方ありがとうございます。ほんまにちょっとしかできんかったと思うけど、またなんか他にもこんな動画とか撮ってほしいとかあったらぜひコメント欄に聞いて教えてください。また感想も聞かせてください。それでは見てくれてありがとうございました。 Thank you for watching and I'll see you next video. See you, bye.